どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さくて薄い G ラブの薄レレウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、今日はね、2022年の8月8日8日なんですけど、なんとあと10日でですね、待ちに待ったガズレレライブショー、ライブツアーね、全国5カ所ツアーの第1弾仙台、こちらのイベントが開催されます。皆さん。はい。そしてですね。まあ、ガズもだいぶテンション上がってるんですけど、ガズレレのイベントでは欠かせない曲をちょっと今日はですね、しっかりしたレッスン動画として公開していこうと思います。その曲はこちら、ドーン。ガズレレソングという、この私、ガズが作詞作曲した、ガズレレのことを気持ちよく歌っているですね、入門コードたった4つプラス1。C7 がちょっと出てくるんだけど、まあ、ほぼ4つですよ。もう本当にこれ超簡単コードで歌える、ガズが作ったハワイアンソング的なもう曲があるんですけど、これガズレレの効果というふうに、私いつも言ってるんですけどね、この曲をもう間違いなくこれから今後どんなガズレレイベントがあろうとも歌っていくぞということで、お伝えしているんですけれども、今一度ですね、もうしっかりしたレッスン動画今日撮っていこうと思います。はい。でね、このガズレレソングっていうのはね、もう今までも結構ずっと YouTube で何回もアップロードしてるんですけど、なんかねしっかりしたレッスン動画なかったんで、ここで一回ちょっとやっときたいと思います。これで勉強してもらって、皆さん、これ並んでるガズレレライブショーツアー2022 5カ所全会場で歌いますからね。皆さんこれちょっと覚えてきてくださいよ。頼みますよ。はい。でね、このね、ガズレレ、ソングの楽譜なんですけど、ガズレシピっていつも紹介してるアプリがあるんですよね。ガズレレのアプリが。そこでね、アプリを皆さん、ダウンロードは無料ですからね。中でね、いろんな曲ダウンロードして有料のもありますけど、そこのお試し無料楽譜の中に、このガズレレソングのですね、楽譜が、これ入ってるんですよ。これガズレレソング。ちょっと見づらいかもしれないけど。はい。これガズレレソング。これを見ながらやってもらってもいいですし、まあ、今日テロップに出すやつを見てもらってもいいですし、なんかね、あちこちに楽譜って結構あります。これライブに、今回のこの5カ所のライブツアーに来てくださった方は、来場者限定 にとも、1枚の、楽譜をプレゼントすることになってますので、はい。ちょっとよろしくお願いします。そしてですね、ライブ会場限定、まずはライブ会場限定で発売しようと思っている、このね、CD です。はい。ガズレレソングスっていう CD にももちろんこの曲、収録されております。ここにちょっと見てもらうとですね、この4曲が入ってるんですけれども、ちょっと見えるかな。はい。一番最後4曲目にガズレレソングって書いてあるのが見えると思います。はい。そんな感じでですね、ガズレレではこれ効果として一応言ってるんでね、皆さんこれ覚えていってくださいね。はい。それではやっていこうと思うんですけど、その前にですね、ウクレレ私できるかなって、楽しそうやってみたいなという方いるかもしれません。ここにリンク貼っておきます。ここのリンク見てもらったら、誰でもね、あっという間にウクレレで音楽できるようになっちゃうんでね、ぜひここでやって、今日やる曲はもう超簡単コード4つプラス1個なんでね、ぜひチャレンジしてみてください。あ、でね、今回のレッスン動画なんですけど、これ結構長い曲なんですよ、ガズレレソングって。それがまたいいところでもあるんですけど、ゆったりまったりね、弾くのが最高だなと思うんですけど、今回は、この曲1番、2番と、まあ、3番という感じであるんですけど、その間にブリッジパートがあるんですけど、1番の中で、最初の A メロのところは、入門者用のシンプル簡単版4つ弾きで弾こうと思います。で、1番のサビから8ビートで、弾こうと思うんですけど、このリズムシャッフルのリズムでリズムがちょっと跳ねてるんでね、そこがキーポイントになります。で、2番以降はですね、レトロビートでですね、このムードを高めていく、これ3段活用みたいな感じにして、それぞれの方の、リズムのこの、レッスンの度合いによってですね、弾き方を変えていただければなというふうに思います。つまり、初心者の方は最初から最後までずっと4つ弾きでいいよと。で、8ビートをやり始めた方は最初から最後までも8ビートでいいですと。で、ちょっと慣れてる方は、このレトロビートっていう弾き方を使うとすごく気持ちがいいんで、それミックスして1曲の中で、表現していこうかなというふうに思います。ちょっといつもと流れが変わってきますけどね。で、曲の演奏の後に解説していきますんで、ぜひとも動画最後のまでご覧になってください。それではね、早速やっていきましょう。ガズレレソングの、レッスン動画、やってみる。1、2、ガズレレソング。どこまでも続いてる真っ白な砂浜と青い色流れ
player ここに集まって。いかがだったでしょうか。コードめちゃ簡単でしょう。これね、結構長さがね、この曲あるんですけど、この長さがですね、またいいんですよ。これ長くやってると、だんだんこう、ゆりかごの中に、自分で演奏しているゆりかごの中に入っているような感じになって、いつも眠くなっちゃうんですよね、もうガズも。で、これがこの曲のすごくね、いいところでございますね。ゆっくりこれね、マスターして、みんなでこう、うとうと眠くなりましょう。それがね、やっぱり癒し効果ですからね。はい。ガズが作詞作曲して作ったガズレレソング、ガズレレのもう効果として、これ歌い継いでいきますからね、皆さん。コードは簡単でしょ。でも簡単だからこそ、覚えるのは結構大変ですよ。歌詞もよく見てもらったら分かるけど、韻を踏んでますからね、すごくね。韻を踏んでいいんです。そんな感じでやっておりますけど。はい。まずレッスンしていきましょう。とにかくコードはもう超簡単だから。はい。あ、一応言っとくよ。C と Am と F と G7 と C7 の5つですからね。これはもう説明不要でしょう。はい。一応言っとくと、ガズレレヒスコードの仲間だからね。一応貼っとく。10個の入門コード、これ覚えてねってことの中にある10個のコードの中の入門コード、今日5つですから。超簡単な方の5つですから、もうこれはですね、ちょっと皆さん、ぜひマスターしていただいて、まだ知らないよって方、もし周りにいたらですね、ガズレレソングを覚えておくときはいいよって教えてあげてください。まずですね、ちょっとこの楽譜なんですけど、今のこの表記、どこまでも続いてて、こういう風に書いてあるんですけど、これ楽譜によっては、ワンブロック8回弾いてねっていう正し書き付きで、こうやって出てる動画もあります。こういう場合はですね、その楽譜の指示に沿ってやってもらいたいんですけど、ワンブロック8個を弾いてくれっていうときは、このワンブロック C で、どこまでもということですね。こういうね、ワンブロック8個でやってくださいという正し書きは、さっき見せたガズレシピの、アプリの中の楽譜とか、ガズレシピの本の中ではこの表記になってますから。今みたいに普通に4つ抜き弾いてる、これどっちでも皆さん臨機応変にできるようにしといてくださいねという、まず最初に言っとくんですけど、今も言ったように今日リズムがね、今3つ出てきました。1番の前半は、まずは初心者さん向け4つ抜きです。初心者さんの方、この4つ抜きでずっと最初から最後までいいですかね、さっきから言ってるように。で、1番の後半のサビから、8ビートのちょっとシャッフルの8ビートになりましたと。で、その後にルンルンビートということになりましたということになって、この3段活用でやったんですけど、はい。かっこいいバージョンと言われるのは、だから1番の後半からなんですけど、8ビートと、ルンルンビート。で、しかもこの2つの弾き方、跳ねてるリズム、シャッフルでやりますからね。この今出てる2つのリズム、8ビートと、レトロビート。ここにちょっと弾き方の解説動画貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚なんですけど、そこにね、濃厚解説レッスン動画がアップロードされておりますんで、やったことないなという方、ここでちょっとね、リズムの勉強してやってみてください。で、ちょっとね、今日特徴あるリズムとしては、やっぱりこれ跳ねてるリズム。まずね、このサビの、リズムでちょっとやってみると、まず最初8ビートの跳ねないやつでやってみます。1、2、3、4。ガズレレと、ダダツダダ、ダンダダツダダ、なんですよね。でもこの曲シャッフルでやりたいんで、リズムがチャッカ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 と跳ねていきます。そうするとこんな感じ。せーの。ガズレレとダド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 、はい、って感じになります。で、このね、さっきもちょっとリズム紹介したんですけど、これルンルンビートっていうリズムもちょっとね、かなりね、参考になる。だから正確には8ビートプラスルンルンビートという弾き方がいいかなと思います。このルンルンビートっていうのもさっきのリズムいろいろのところに解説があるんですけど、アクセントがね、ちょっと後ろに来てるんですよ。C で弾いてみますよ。トゥンダトゥン、強弱つけてください。ドンダドンダンドンダドン。それがね、このよりこのシャッフルのリズムにこのグルーヴを与えると言いますかですね。このノリが気持ちがいいんですよ。これかなり乗れますよ。ガズレレと歌おうよ。はい、この
シャッフルのリズム、跳ねたリズムをやる特徴は体を揺らすことです。で、あとね、ルンルン気分でやるのがいいんですよ。これおっかない顔してね、怖い顔してやってるとルンルン気分になれませんからね。まあ、笑顔で、ガーね。だからルンルンビートってね、名前をつけてるぐらいですから、結構心持ちも大事ですからね。はい、このシャッフルのリズム、跳ねたリズムでやっていくのが、まず次の段階ですね、4つ弾きの。はい、これの弾き方で最初から最後もかっこいいです。ちなみにこれ本番でライブとかでね、ガズがやるときは、ハニーさん、うちの愛するハニーさんは今の弾き方、8ビートのルンルンビートのこう跳ねてるやつでやって、僕は前編、レトロビートでやる。こんな風ないつもね、弾き方ちょっと変えてるんですよ。このアンサンブルもかっこいいんでね、一人で弾く場合は1番から途中までは、今の、8ビートのルンルンビートのこうシャッフルのやつやって、後半からレトロビートに変わってくる。展開させるのもいいかもしれません。で、この後レトロビートに行くんですけど、このレトロビートっていうのもいいリズムですよね。これこんな感じよ。これはもうね、ぜひさっきのリズムいろいろところでレッスン動画見てもらいたいんだけど、すごい溜めて弾く。しかもこれシャッフルですからね。これが可愛らしいヴィンテージ感あふれるね、まさにレトロビートって、まあよく命名したなっていう感じですけど、このムードがこのガズレレソングにまあぴったり合うかなと思って、一応これがですね、かっこいいバージョンの中のまあ一番上のかっこよさかなっていうふうに思うんですけど、でもどっちもどっちですね、8ビートのシャッフルのルンルンビートもいいし、今のもいいし、やっぱ2つ混ざるとか、この世界観すごくいいと思いますね。皆さんのね、お気に入りのリズムでこれ試していただければというふうに思います。皆さんのですね、お気に入りのリズム、かっこいいなと思う、気持ちいいなというリズムで、プレイしていただければ幸せかなというふうに思います。そしてですね、途中のブリッジパートのところでちょっとね、まあ難しいというかちょっと変化があるんですよね。ここはですね、慣れてる方はカッティングやってもらいたいんですけど、初心者の方はこう、ただ止めるだけでもいいと思います。ちょっとやってみましょう。バン、ツー、スリー、フォー。ココナッツのペーパー。ココナッツのプレイヤー。こんな感じでいいと思います、初心者の方は。はい、一回だけダーッと弾いて音止めてパンパンパンリズムキープですね。で、慣れてきている方はこのカッティング行きましょう。そう、こうなります。ココナッツのプレイヤーダーカッカッカッカ。はい、これはもうね、わかりますよね。左手でこう弦に触れてこのカチャっていう音をこうあえて打楽器のように使うということですね。これカッティングです。これさっきのリズムいろいろのところのね、リンクのところにこのカッティングのやり方も書いてあるので、ぜひね、カッティングに挑戦したい人も、ぜひこのぐらいだったらできますか、簡単に。こういうのできるとね、メリハリついてかっこいいですよ。ココナッツのペーパー。はい。この後に、ココナッツのペーパー、ここに集まって、この後 G7 でこう、4ブロックも行くんですけど、これがですね、特に決まりはないんですけど、最初の2ブロックは、ダーン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 、後半は、ダン、ツッ、ダン、ツッ、ダン、ツッ、ダン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 、ってな感じで、ガズも毎回ね、結構この辺はラグにやってるんで、まあ、この通りに弾かなくてもいいと思うんですけど、なんかこう、奥義な感じで溜めて溜めて、最後のサビにドーンと行くぞという感じでございます。今のもう一回ちょっと G7 の決めのところでいけると、ワン、ツー、スリー、フォー。ですね、後半だけやるとダッツ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 ダッダッダッダガーズレ、こんな感じですね。これニュアンスでいいと思いますよ。ちょっとこれ難しかったら普通に一緒に行こうよダン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 ダガ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 と、この辺このかなり臨機応変でいいと思います。ここは盛り上げていって最後のサビにドーンみたいな感じでいきたいという、そういうね、こうなんか抑揚をつけたいということですね。おかずみたいな感じでですね、ぜひこの気持ちを織り込んでですね、ここ盛り上げていきましょう。あとやっぱりこの歌詞の内容をよく読んでいただいて、これガズがね作った歌詞ですからね、もうなんか僕も思い浮かべて、やっぱ海とかビーチとかやっぱりね、そういう世界観っていいじゃないですか。もう本当にベタなね、ワールド頭に思い描きながら想像しております。で、この歌を歌ったらどこにいてもですね、もうなんかこうビーチ沿いをなんかこう爽やかに散歩してるようなイメージになれると思うんで、ぜひ曲の世界観もつかみ取っていただいてですね、練習してください。ライブでね、この5箇所のライブ絶対弾きますからね。これさ、盛り上がると思うんだよね。この長さがまたいいの。みんなで同じこう場にいてさ、その一つの音をこう
なんつうのか共有していくっていうのかな、これライブでやるとまたね、生でやったらもう感激すると思いますよ。でこれやっぱ覚えて、本当覚えてほしいけれどもね、覚えるの結構大変です。韻を踏んでいるんでね、あとコードが簡単な方があえてかえって覚えづらいっていうのもあると思うんですけど、でもすごくいい脳トレになって、カズもこの曲今もね見てもらったら分かるけど、今あの全然楽譜見ずに今演奏したんですよ、デモ演奏。はい、もうバッチリ覚えてます、カズは。はい、なんだそんな感じでですね、まあ、あの覚えちゃうとこんなね楽しい曲ないですからね。これなんか弾いてよって言われた時に、いいよ、どこまですぐさっと弾けるようになると、皆さんこれ最高です。いい曲、なんて曲って言ったら、これガズレレソングで効果だよ、皆さんここまであのやってもらいたいなというふうに思うんですけど、はい、そういうわけでですね、今日はもうささっと駆け足でしたけど、あと皆さんそれぞれ の初心者の方は4つ弾きでいいし、あの中級者上級者の方それぞれ気持ちがいいなという弾き方でちょっとこの曲つかみ取っていただく、重ね重ねですけれども、はい、この5箇所の全国ツアー、いよいよあと10日で第1弾がスタートしますよということで、本当概要欄に貼っとくんでね、ぜひ皆さんご検討して会いに来てください。この曲一緒に歌っていきましょう。はい、で会場では会場限定でゲットできるこの CD とかね、もちろん今の曲も歌うし、まあ盛りだくさんの内容になってます。お一人様も大歓迎、すっごい綺麗なカフェみたいなラーバウスばっかりなんで、どこもね、お一人様もライブハウス来たことない方も本当にご安心ください。私とハニーさんがいるんで、大丈夫です。でね、ジーラモのウクレレたちもね、仙台はですね、ちょっとあんまり多くは持っていけないんですけど、こう試奏できるように薄レレとかね持っていきますんで、他のね名古屋とかの会場はもう山盛りで、展示できると思うんですけど、はい、そんなのもお楽しみにしておいてください。あと抽選会とかもう内容盛りだくさんです。皆さんのね質問に答えるコーナーとか、数のいい話のコーナーもあるし、本当ね今からもうワクワクしちゃって、もうなんか遠足の前の子供みたいな状態がずっと続いてるんでね、もうガズさん、はい、そんな感じでございます。はい、10日前記念ということですね、ガズレレソング、ガズレレの効果の濃厚解説ですのがやってみました。皆さん、よろしくお願いします。皆さんこれ入ってますか、ガズレシピというアプリがあるんですよ。ガズレレのガズレレではですね、アプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さん、まずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とか、メトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。でこれはこの度新しい曲また40曲追加されて、かなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで載せている楽譜っていうのは、リットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載っている、またね、オリジナルのデザインされた見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲、1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今、発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まってるガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレ.com、このホームページを見てくださると、いろんなものがね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと、最近ガズがもう一個始めてる、ピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃう、ガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、クレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように、今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレ、ガズピアノ、両方で、あっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さん、バイバイ、ごきげんよう。